合図がありました係か,かが離れますスタートしました北勝マサルもまずまずのスタートまずは各場第一障害登って下っていきます大空新介 J コマンダーこの辺りが前外9番のノエルブランですそして5番の北勝マサル早くも上がってきました一旦各場足が止まります 3番、トモエハイ成功ゴールデン富士6番の背中7番、ブラックダンサー続いて外、ヤマトジャパン一・二障害の中間点さあ、ここで早くも5番の北勝勝先行していきますついていく2番の J コマンダーしかし止まって左打ち1番の大空慎介外から9番のノエル・ブランデスもう一度止まった5番の北勝勝ほう進めて。 さあ第二障害手前に来ました2番手以下2番の J コマンダー3番手以下が間もなくというところさあじっくり溜めて北勝勝ルいきます一歩一歩登っていく坂の頂上足がかかったすんなり来ました5番の北勝勝る20連勝に向けて先頭でクリアそして2番の J コマンダー2番手です3番手はどうか 9番番のののノエルブラン、その後に1番の大空新介続きます。突き放して、いくいく5番の北昇勝,勝る、残り20、2番手は2番の J コマンダー、3番手は9番のノエル・ブランと大空新介、残り10を切って5番の北昇勝,勝る、文句なし、記録更新20連勝。 そして2着争い残り10。2番の J コマンダー。1番の大空慎介さを詰める。どうか ?J コマンダー苦しいぞ。1番の大空慎介さしての2着。あとは7番のブラックダンサー。そして3番ともえ敗成功。6番セラカ。9番ノエル・ブラン。 後ろは4番のゴールデン富士・フジ8番、ヤマトジャパンゴールを目指しています帯広競馬場最終11レースはビーチ1組9頭の競争見事に記録更新となりました5番の北昇勝,勝る今日も圧倒的強さを見せつけました 1999年1月に達成しました19連勝の坂野太村の記録20年ぶりに更新20連勝です2着は最後 J コマンダー詰まって1番の大空晋介そして J コマンダー